皆さんこんにちは、ムチョと申します。いや、新たなね、怪物候補っていうのが誕生いたしました。ハーツコンチェルトさん、ハーツクライ×ナスのシビリウスっていうね、最後の本場ですけれども、この間の新馬戦中京2000で8馬身差の圧勝ということでね、もう2位との上がりも1秒6差ですよ。やばすぎますよね。結構メンバー的に言っても2、3着どちらもノーザンファーム生産馬でね、いや弱くはなかったかなって思うんですけれども、まあちょっと1頭レベルが強かったかなっていう勝ちっぷりでしたよね。もうそもそもにね、これ所属見ても分かるように、中京のこういう新馬戦でね、まあ、しかも 2000m 芝っていい舞台に日本の所属馬がね挑戦するって結構ハードル高いんですけれどもね、もうだから相当手応えがあったんじゃないかっていうのはまあ感じるところでございますと。まあでですね、それだけの手応えがあったっていうのも、やっぱりこのお母さんのナスのシビリウスへの信頼があったからこそっていうのは私はあると思うんですよね。いや、このままね、実は動画でも紹介したことがあって、もうね、もう日本競馬のトップ5に入る名繁殖だと私は思いますね。ということでね、ちょっと今日はその那須野さんの怪物繁殖についていろいろ探ってね、ちょっとこれからの糧にしていければいいなというところなんですけれども、もうこのね繁殖史実績ご覧くださいよ。デビューした5頭ですね、コンチェルト含めて全て勝ち上がっております。しかも3歳のアレグロモデラート以外全てもうすでに2勝以上上げてますね、全部牝馬で。で、まあ待望の第5子ボバが初コンチェルトっていうことになったわけですけれども、いや私がねこの馬を知ったのはこのナスのシンフォニー初子の牝馬がねデビューした頃の話になりまして、いやもうこの馬からちょっとやばい存在でしたね。まあご存知のようにね、初子の牝馬って結構小柄になったり、まあいろんな条件が重なってね結構走りづらいみたいな傾向はあるんですけれども、本馬はですねもう真逆というか、そこまでやるのかっていう現役成績で、もう新馬戦快勝の後はですね500万2着です。その後ホープフルステークスですよ、しかも5着っていうね、牝馬で3戦目でホープフルステークス使うっていうだけでもねやばいのに、そこで上位に来る本馬っていうのは相当レベルの高い存在っていうのはちょっと明らかでしたよね。で、まあ屈検とかあってね、だいぶ長期間休んだものの、いやそのポテンシャルっていうのはやっぱ半端なくて、まあもうレース感取り戻してからはやっぱりあっさり連勝を決めましたよね。で、最後に柴田義富騎手が乗っていたっていうところからもね思い出深くて、でこの後また屈検でね引退っていうことにはなりましたけれども、まあやっぱりね本場で手応えをつかんだところもありまして、あとやっぱり本場の分までって思いもあって、ずっと武井さんが期待している血統なんですよね。で、まあ途中からはね橋本ファームっていう北海道の牧場で移って繁殖入りしてるんですよね。で、馬主さんもクラブのねグリーンファームに変わっておりますと。まあただね、この橋本ファームに変わった理由っていうのも、いやちょっとわかるぐらいのね期待っていうのを感じるのが、その育成先ですよね。なんとですね、このアレグロモデラートからの今回のコンチェルトも含めてですけれども、実は隠れノーザンファーム育成馬なんですよね。ちょっとアイリッシュムーンももしかしたらそうなのかもしれないんですけど、クラブ馬じゃないんでちょっと分かんなかったんですけれども、もうだからやっぱりねそんぐらい質の高い馬ですから、もうぜひねもう日本一の育成先に予託してね、いや結果を出したいっていう思いっていうのはあったんじゃないかなって思いますよね。どうやらですね、調べてみたところ、この橋本牧場さんっていうのはですね、若干そのノーザンファームの分譲的な感じになっているところがあって、他のノーザン系クラブの馬でも所属馬なんかもちょびちょびいるみたいですね。まあだからがっつりノーザンファームに残していく判断が分かれる馬だったり、まあ、あとはこういったね他牧場からのちょっと育成のみの予託馬っていうのをまあ預かっているっていう面もあるんじゃなかろうかというところですね。まあまさにそれがですね今回成績に直結したっていうのは明らかに感じるところですよね。もうそれこそ本場生まれた当時から解放とかね、こういったカタログでも本当に評判良くて、もうそれこそね武井さんもこの馬でクラシックを行くっていう風にね、もうこの1歳の時期からおっしゃってたぐらいだったんですよね。まあ、やっぱりね
お母さんをずっと見てきた、そして子供もずっと預かってきた調教師さんっていうのは、見極めっていうのもよりね確かになるっていうのは、まあ今回すごく感じたところですよね。まあ正直私はね、この馬体を見ただけではどこがいいとかっていう判断はつかないものの、まあかっこいい馬体なのは間違いないなっていうところで、まあ当然ながら一口会員さんもね、そういった見方だったりそういった調教師さんの意見を聞きまして、もう4800万というある程度の金額でもね、いや本当即日満口ぐらいの勢いでございましたね。本当この繁殖に関してはなんかもう那須野牧場さんの絶対に会員さんを喜ばせるぞっていう勢いを感じますよね。それこそこんだけ走ってたらね、まあロードのダノン枠じゃないですけど、個人馬主さんとか、まあ、あとは自家所有してね、自分で走らせたいぐらいの勢いになってもおかしくないんですけれども、逆にね走るって分かってからグリーンファームに流してるっていうんですから、いやこれはちょっとね本場でクラブを盛り上げていこうっていう意気込みをね、まあ、私は感じましたけれどもね。でまあそんな力の入った繁殖がですよ、一つ上の兄ががっつりと結果を出した中での募集っていうのがまさに今行われております。これはねぜひ初コンチェルトでちょっと響いた方はね、いや検討する価値のある一頭だと思いますね。しかもね、なんとその活躍がありながらも募集自体はもうその前に始まっておりますので、金額はなんと兄よりも安い4000万円と、これはなかなかありがたい話ですよね。まあ、正直あの勝ちっぷりの後だったら5000万円とかでも全然人気になったのかなと。まあ父こそねビッグサンドモルターに変わっておりますけれども、ただそれはそれで面白い配合なのは間違いないですね。もうこのポイントにもあるようにやっぱりね、コントレル、スワブリチャード、ダノンプラチナ、そして最近だとジャックドール、ノッとるのと、もうねストームキャット以上の勢いともなってきているランブレドルの後、そこにですよ、まさにそのストームキャットのジャイアンツコーズウェイの代表馬ブリックサンドモルタルですからね、もうなんていうかこう日本で一番当たってきている米国血統の詰め合わせ、これはサンデーや金髪の血が入ってないといえど、まあ間違いない配合かなっていうのは、まあ明らかに感じるところですよね。いやこれまでのセオリー通りだとね、やっぱりこういう海外血統のいい繁殖にはサンデー系金髪系っていうのが実際当たっているところではありましたけれども、逆にねこういったその地を一滴も持たないまま作り上げるとね、何がいいかっていうと、やっぱ当たった時に勝負としてめちゃめちゃ需要があるっていうことですよね。いやーこれはブリックサンドモルタにとってもナスのシベルーチの地をねもらえたっていうのは、もうチャダイファーム関係馬ではないとはいえ大チャンスで、いやめちゃめちゃ楽しみな一頭だと私は思いましたね。まあちょっとね解放とかを手に入れてないので本場に関しての情報っていうのはわからないですし、まあ科学的に言ってもしかしたらねハーツコンチェルトほどのがっつりとしたレベル違いの手応えではないっていう可能性もありますけれども、でも結局はやっぱねナスのシビルスなら間違いないだろうっていうところはありますんでね、まあおそらく本場もお変わりなくノーザンファーム育成としてねやってくれるんでしょうから、いやぜひですね今から覚えておいていただきたいなと思います。まあ、ということでね、なあ本当にこのレベルの繁殖になってくるとね、どの守護場が相手であってもね、いやめちゃめちゃ楽しみだなっていう段階になってくるわけですけれども、まあ、では今後ねどういった見方でいればこういったね凄まじい繁殖を見つけることができるのかっていうのをちょっと私なりに考えたくて、やっぱ一口の段階とかでもねもう走ってくるって分かればね接種できるものの、まあ、それを前もってちょっとね分かることはできないのかいっていうところで、ちょっと私なりのね意見っていうのを話させていただくと、結構ねやっぱ現役時代にがっつり走りすぎてないっていうのは影響あるかなっていうのは思っていて、まあ、ただだからといって全くもって結果を出してないっていうのももちろんリスクなわけで、その一番バランスがいいのが3勝ぐらいして戦績15戦から20戦ぐらいがいいっていう風な結論に、まあ私は至っておりますね。でそして最も大事なのがやっぱりこういう海外血統、特にアメリカの地、その中でもアンバレルドルドやストームキャットの地が入ってる地ですよね。
まあ、あとはこれはたまたまなのかもしれませんが、コントレイルとかからも分かるように、ファピアーノの地とかもね、本場は 3×4 とか入っていたりしますんで、ちょっと今後聞く機会も増えてくるかもしれないですし、相性もいいのかもしれないですね。まあ、基本的にやっぱりこういう輸入繁殖っていうのは、まあ、その現役時代に走らせることを目的には、もちろんしてないとは言わないものの大本命ではなくて、まあ、将来的にガツンとやっぱ日本のシュルケットをつけて、まあ、まさにハーツコンチェルトのような大爆発を目指すっていうところが、まあ、ある導入だとは思いますよね。まあ、だからといってその一口募集のとかの際にガツリと高額にするっていうわけではなくて、やっぱそこに関しては現役の成績とかで見るところがありますんで、だから結構お買い得になりやすいっていうところはあると思うんですよね。海外決定だから高額にするっていう作戦は、こうあくまで競馬ファン的な目線で見てがっつりとこう需要を集めるわけではないというかね、やっぱ現役時代の実績で判断する人っていうのが非常に多いっていうところはあると思うんですよね。まあもちろんそれがね間違ってるっていうわけではなくて、それは G1 何勝したとかね、重賞何個も勝ったっていう馬が3区も何千万もするっていうのは分かるところではあるものの、ただその馬たち以上にやっぱりこういう海外血統でそんなに現役時消耗してなかった馬っていうのは、まあ当たりやすい傾向っていうのは私はあるんじゃないかなって思いますね。まあもちろんね、それらの馬たちが前頭前頭当たるってわけではないですし、最近はサンデーの種も後ろに下がっていてね、クロスバーの方が当たるんじゃないかっていう意見も結構あるんですけれども、まあでもやっぱり全体の傾向としてはこういう海外繁殖っていうのは、まあ、アベレージ的に言っても一発的に言ってもまだまだ夢のあるところではありますんでね。まあその中でももちろんピンキリではあるんですけど、まあ特にアメリカ系のアンバレトルドとかストームキャットの血が入ってる馬っていうのは、いやほんとサンデーのクロス以上の、まあ、価値っていうのはあるのかなっていうふうにはまあ思うところですね。まあだからそういったね、繁殖の母優先権を持つとか、またはその子でもいいですね。その子の牝馬で生まれた子を持て、この大元の地の孫を持つとかっていうね、そういった作戦は大いに長い目線で見るとバックをもたらすというのはあると思いますので、まあぜひですね、一口の検討の際にもそういった点を考慮するっていうのもありなんじゃないかなというところですね。まあ私もね、いつかちょっとこのレベルの母優先を持って長く楽しみたいなっていうところではあるものの、まあもうすでにクラブ内で争奪戦になっちゃってるところも多いんでね、もう本気でやっぱ当たると思った血筋にはもう最初からね攻めるっていうのは、まあ大事なのかなというところでございます。まあということで、もうまさにね、そのヤバすぎる名繁殖の人ナスのシベリウスさんのね名前を広げてくれそうな初コンチェルト、いや次はトースポハイというね出世レースに乗ってきますので、まあ、来年クラシックどこまでいけるのか楽しみにしたいなと思います。少しでも参考になったら嬉しいです。ご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録お願いします。